誕生日おめでとうございます。乾杯。誕生日ディナーがさ、サイゼリアでいいんですか？好感度狙ってるみたいな、ね、確かに。なんか最近もうかしこまったとこに来るの行って気づかれしちゃうから、あチョコで好きなもの食べて、しかも家の近さだからさ、いっぱい飲めるじゃん。確かに。あさちゃんの誕生日はさ、ほらゴールデンウィークだからさ、うん、どこ行っても混んでるじゃない、うん、だからちょっと5月中のどっか平日に改めてちょっとお出かけしましょう、うん、ちょっとね、行きたいなと思ってるとこあって、うん、なんかさ、なんかさ、付き合い始めの頃とかさ、数年はさ、すごいサプライズ好きだったけどさ、全くなくなったからさ、なんか楽しみじゃんなちょっと今回はね、ちょっとあさえちゃんが行きたいって、うん、とも思うし、俺も行きたいと思ったとこだから、ちょっとそこに連れて行きたいと思ってるんで、うん、まあそれはまた改めて撮りますので、楽しみにしてください。誕生日ケーキならぬ誕生日プリン&ティラミス。それだけだと味気ないからさ、うん、誕生日プレゼント渡していい？うん、うん、これ何？うん、なんかファンシー、え吉田って書いてある、吉田ファンシー吉田からあ、透けてる。そう、それ透けちゃうんですって書いてあってさ、ラッピング透けちゃうんですって書いてあったの。透けちゃうんですって書いてあった。そう、映るんですみたいな。そう、透けちゃうんですって。やばーじゃん、かわいい。これ高いんだよ。え、かわいい。ボールペン渡すもんが、なんか奥さんにっていうよりはさ、なんか付き合いたてのさ、彼女かさ、まだ付き合うか付き合わないか際どいラインぐらいの時のプレゼントっぽいよね。確かにアクセサリーとかじゃなくても、うん、それか小学生か。そうそうそうおはようございます、毛利さんちです。あさえちゃんが5月に誕生日だったんですけども、気をずらしてどっか出かけようって話をしたままですね、今日は6月の26日ですね、まあ、約2ヶ月ぐらいですね、誕生日からちょっと日にちが経ってしまったんですけども、今日はこれからですね、あさえちゃんと出かけたいと思います。で、あさえちゃんにですね、場所は言ってないんですけども、今日行くのはですね、埼玉県のですね、三峯神社に行きたいなと思ってます。あさえちゃんが何年前だったか、本当4、5年前ぐらいに行って、まあ、すごい良かったから、いつか2人で行きたいねっていう話をしてたのを思い出して、まあ、俺も元から行きたかったのもあって、ちょっと今回行ってみようかなというふうに思います。では、行ってきまーす。2ヶ月近くぐらい遅くなっちゃいましたけども。誕生日感が薄れた。薄れたね。普通のお出かけってテンションだよね、うん。場所はまだ聞かされてませんよね。どこ行くか全然わかんない。目的地もね、カーナビには映ってないから。うん。じゃあちょっと行きながらここじゃないかって思ったら、うん、挙手してください。分かったまあじゃあお楽しみに、うん、楽しみ。じゃあ行きましょう。出発進行。今ね、もうちょっとで所沢で、ね、そうだね、カーナビがあと2時間ぐらい。そうだね。だから分かんない。三峯神社でもこんな、ここ三峯神社怪しいなってちょっと今張ってます。三峯神社が今一番怪しい。え、まだワンチャンディズニーランドっていうのがどんな遠回りな。ペイントのためにわざわざ超遠回りして、ディズニーランドでそしたら1時間送りたいよ。そうだね降りるらしい、花園インターチェンジ、うん、花園って埼玉か。埼玉だね。あ、半蔵の深谷秩父って書いてある。これは三峯方面かな。着いた。着きましたね。ここどこですか？三峯神社。はい、正解は三峯神社でした。来たかった、ずっと。そうだよね、行ってたもんね。昔友達と来たことあって、なんかね、伊勢神宮と三峯神社だけはなんかね、全然空気感が違くてね、厳かでね。またお気に入りスポットだったか、また来れて嬉しい。いやでもちょっと
お腹空いてますよね。これ三峯神社の目の前になんか名物のわらじカツっていうのがあるらしいので、まずそれ食べてお腹を満たしてから心も満たしに行きましょう。じゃあ行きましょう。わらじカツ丼、吉高さんもタオちゃんもって書いてる。ここはやかってる。これ良くない？絶景テラス、うん、いいね。すごい。何が？わらじカツ、はみ出ておる。はみ出ておるね。オープンしていい？ちょっと開けてみてください。泣くのも開けちゃおう。いいよ。あ、こっちじゃない、こっち。うまそう。大きいよ。でかいね。うん、こんなさ、うまそうなものをさ、こんないい景色を見ながら食べれるの最高じゃない？重い。すごっ。でかっ。あ、いい音。うん、おいしい。あ、よかったね。いいね、男メスって感じで。うわ、綺麗に食べたね。早い、食べない。私まだ途中経過、全然半分。コマ犬じゃないんだね、コマ狼。うん、コマロウ、コマロウ、なんて言うんだろうね、コマロウさん、うん、ここ御神木。昔は触れたのにね。そうだよね、私触った記憶がある。うん、触ったとこへこんでるもんね。あ、本当だ。あっちの木はまた別の木なんだ。ご神木のちゃんとやり方があったんだね。神木に向かい3度深呼吸をし、手を合わせて祈ってくださいだって。ここからでもいいかな。ちょっとおまけしてもらおうか。すごい眺めだね、朝井ちゃん。すごい幻想的だよね。え、まあ、こんなもんだったっていうのは。すごいね、うん、いいものが見れた。三峯神社どうだった？すっごいよかった。また来れると思わなかったから嬉しい。よかったね。なりきくんと二人で来れて嬉しい。これからちょっと長瀞駅の方行って、かき氷、天然氷の食べたことない。ちょっとね、時間的に今間に合うかギリギリなんだけど、うん、ギリギリなのにここにちょっとダムの展望台寄ってるんだけど、こういうところだよね、うちら。そうなんだよね。人と集団行動できないの、こういうところ。そう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 。まあちょっと行くだけ行ってみよう。うん、行ってみよう。うん、あさりちゃんごめん、ギリギリ間に合わなかった。5時までって書いてあるけど、今4時36分だけど、ダメみたい。すまぬ。しょうがないね。しょうがない、絶対今日どっかでアイス買ってあげるから。ありがとう。このかき氷食べてみたかったな。食べてみたかったね。着いた。深谷花園アウトレット、うん、プレミアム。あ、プレミアムですね。ちょっとお高めの方のアウトレットだね、うん、平日ってこともあってそんなに人も。ゴンちゃんもさ、駐車場入ってきた時あってさ、全然並んでなかったから久しぶりの見たいな。かしこまりました。とりあえずじゃあゴンちゃん買いに行きましょうか。
ゴンチャッチャー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 ゴンチャッチャッチャッチャー。とりあえずすごい映えてます。お腹すいたわ、さえちゃん。なんか食べよ。何のポーズよそれ。パオ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 肉まんセット、パオ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 肉まんセット。あー、かわいい。ムチムチ。あ、なりきくんも来た。あ、撮ってくれてたの。なりきくんは生七味つけ麺。そう、なんかね、この生七味をね、スープに入れるんじゃなくて麺に絡めるんだって。へぇ、絡めてくるのをおすすめします。へぇ、珍しいね。なんか概念変わるって書いてた。書いてあったね。お、お肉がスケスケ、セクシーブタマンだわ。セクシーブタマン。ボボボボボボボ。おお、すごい。閉じる。うまく割れなかったかな。美味しい。よかった。はい、買い物終わりました。はい。お腹もいっぱいになりました。うん、美味しかった。美味しかったね。ではちょっとそんなに。めぼしいものはなかったけど、うん、ナイキでちょっと可愛いお洋服を買いましたね、うん、めっちゃ安かった、ね、安かったね、うん、ちょっと2ヶ月近く遅れになってしまいましたけど、うん、ちょっと、まあ、かき氷食べれなかったりとちょっとあ、うん、アイス食べてない。帰りコンビニ寄ろう。まあちょっと、うん、スムーズにいかないところもありましたが、今回のバースデー、うん、日帰り旅行いかがでしたか。なりきくんが私が行きたいって言ってた三峯神社を覚えててくれたことが嬉しかった。俺すぐ忘れるもんね。本当に物忘れが激しすぎてびっくりしちゃうんだけど、うん、まあ、ということで、じゃあ今日の旅行はこれで終わりたいと思います。ありがとう。いいえ、感謝感謝です。またね、30、あ、年いってない、争ってってるけどもう4なんですわね。あ、言っちゃった。言っちゃった。バラしましたね。だから34歳の年も、はい、挑戦しつつ二人幸せに穏やかに暮らせるようにしましょう。はい、ありがとうございます。いつもこれからもよろしくです。いいえ、こちらこそお願いします。では毛利さんちでした。またね。あ、そうだ、最後の落とすものあったの忘れてたわ。そう、お手紙今年もらってなかった。嬉しい。ラブレターです。34歳のあさちゃんへ。映るかな、成川からお手紙来た。今朗読する。いや、お手紙の内容はちょっと秘密にしといてください。朗読しようか。いや、もうここで終わりにしましょう。はい、これが一番のプレゼントですね。ありがとう。はい、では毛利さんちでした。またね。バイバーイ。あー、終わらせます。